この前カッツ君に連絡しようとしたんだけど、アドレスが仕事用だったんだ。私のプライベートはファンのみんなには刺激が強いしね。いや、誤爆しなくてよかったよ。何が惜しかったって？はあ、カッツ君もそうだけど、私だって私生活がバレないように対策してるんだよ。ああ、手駒1号じゃなくて、三楽くんとクエスト来てるんだけど一緒にどうって。おやん、そんなに渋い顔してどうしたの？そりゃあもう天変地異よ。ファンの間でもきっと激しい争いが。あれ、ちょっとだけ楽しそうな気もする。